ナスを一目損ねてから半月後、鉄舟は善之助から新たな仕事を受けて国境にある大仏殿にいる。徳兵衛やナスと通じ町娘を買い付けていた流行りまじないの本山がこの大仏殿にあるのだ。ナスの子孫寺の代わりにこちらの仕事、流行りまじないの教祖である海藻ガンダの始末を引き受けないかと善之助から勧められ、鉄舟は二つ返事で引き受けた。さすがに一撃でというわけにはいかないガンダに、鉄舟は骨の折れる戦いを強いられるのだ。ガンダの始末には成功した鉄舟。しかし周囲はすでにコムソー軍団に包囲された後だった。念仏の声が鉄舟を囲む。姿の見えない敵の不気味な念仏。鉄舟は急いで逃亡することにするのだった。取り逃がしたか。はい。
あれもまだまだか。どこが抜け道なのかさっぱりだぜ。手こずったようじゃないか。おめえは死ぬ。話を聞